佐久間は目を大きく見開いてこう言った。そんなみすぼらしい格好じゃこっちが困るんですよ。せっかく一人娘の紬の結婚式だってのに。何でもいいから早く着替えてください。俺はそのぶしつけな言葉に抵抗した。するとカナエは信じられない言葉を放つではないか。結婚式の服も新調できない貧乏人は立ち見に決まってるわ。嫌なら帰ればいいじゃない。その言葉を聞いた佐久間は嫌がる俺たちを無理やり立ち上がらせ、あろうことか本当に式場の壁際に立たせようとした。怒りで顔が真っ赤になっている俺の様子に気づいた妙子は、あえて落ち着いた口調で帰りましょと俺に流す。俺はそうだねと会場を後にした。俺の名前は大村慎吾。今年73歳になる、どこにでもいるような普通のじいさんだ。俺の親父は俺が小学生の頃に事故で他界。それにより家庭はあまり裕福でなかったため、俺は中学卒業とともに働き始めた。しかしその会社も俺が入社して数年後、残念ながら倒産することとなる。それでもどうにかこの年まで生き抜いてこられたのは運が良かったというしかないだろう。もちろんそれは俺一人だけの力などでここまで来たわけではない。たくさんの人たちにお世話になったが、一番の功労者は何と言ってもいつも俺のそばにいてくれた妻の妙子だ。倒産のせいで途中で仕事を変えたこともあり、実は精神的に参ってしまう時期もあったが、そんな時も妙子は俺を見捨てず支えてくれていた。おかげで妙子には今でも頭が上がらない。俺はまだ一応仕事は続けてはいるが、ほとんどリタイア状態である今、我々老夫婦の楽しみといえば、たった一人の孫、伊織の成長である。と言っても、伊織は20代の青年であり、決して小さな子供ではない。今は立派な社会人として建設会社で働いている。もともと大学でも建築を学んでいた伊織は、その会社に入ることを第一に考えて頑張ってきていた。だから入社が決まった時、普段おとなしいあいつにしては珍しく飛び上がって喜んでいたっけ。今でもあの時のことを思い出すと、自然と頬が緩んでしまう。そんな伊織が、先日突然、うちにとある女性と共に訪ねてきた。じいちゃんとばあちゃんに会わせたい人がいる、というのだ。そうして、伊織に促されてうちに入ってきたのは、紬さんというとても綺麗なお嬢さん。どうやら、伊織と同い年らしい。同期入社したことが縁で親しくなり、そのまま交際を開始したようだ。伊織は、もじもじとしながら、しかし覚悟を決めたように俺に、僕、この人と結婚しますと、きっぱりと報告してくれた。この間まで赤ん坊だった孫が結婚とは、道理で俺たちも年を取るわけだ。俺と妙子はそんなめでたい報告がただただ嬉しくて、その晩は紬さんを精一杯もてなすことに。俺たちのはしゃぎように伊織は若干呆れつつも、持ち前の優しさで笑って許してくれた。正直、あの時の自分のテンションの高さを思い出すと今でも恥ずかしい。紬さんは恐縮しつつも、俺たちの行為を決して無下にせず受け取ってくれた。なんとも感じの良い女性だ。
俺たちはこの人にならば、子供の頃からやや優柔不断気味ないよりを任せられると安心した。その夜が素晴らしい時間になったことは言うまでもない。その後、正式に入籍したいおりとつむぎさんから、俺たちに結婚式の招待状が届いた。妙子は結婚式にどんな服を着ていこうかと早くも頭を悩ませている。そんな様子を見て俺は、せっかく一人孫のいおりの晴れ舞台なんだから、お前も新しいドレスでも買ったらどうだ。和装がいいなら着物でもいいぞ、と妙子に提案してみた。しかし、妙子はすぐに、そんなもったいないことするくらいなら、その衣装代をいおりとつむぎさんへのご祝儀に回した方がよっぽどいいわと笑う。妙子は昔からかなりの倹約家である。もっとも、彼女をそうさせたのは、俺がかつて仕事に苦戦していた頃、金銭的にも苦労をかけてしまったせいでもあるのだが。しかし、妙子はこんな風に節約することを苦に思わない性格なのだ。恥ずかしいので面と向かって本人に告げたことはないが、俺は妙子のこういう明るいところがとても気に入っている。妙子が古いドレスを着ていくのなら、俺もいつもの無難なスーツで構わないだろう。そもそも、あくまでも主役は、いおりとつむぎさんという未来ある二人なのだから。年老いた俺たちは邪魔にならないよう、なるべく地味な服装で出席することに決めた。そして、ついに結婚式当日。俺は年に似合わず子供のようにウキウキとしながら、最寄りの駅から式場へと足を運ぶ。妙子はそんな俺の年甲斐もない様子に苦笑いしつつも、やはり彼女も同じように楽しみにしていることは明白だった。どうやら式は現代風に親族のみの出席らしい。あまり派手なことが好きではない、物静かな、いおりらしい選択である。でも、このくらい小規模な方が、俺たちも落ち着いて若い二人を祝ってやることができる。俺たちは、係の者に案内され、テーブル席に腰掛けた。久しぶりに会った親戚たちと談笑していたその時。昭和のヤクザかと見まがうほど、ド派手な、柄物のスーツの男と共に、ギラギラとまばゆい銀色のドレスに身を包んだ。連れの女が現れる。俺は、この場違いな二人組は、うっかり式場に紛れ込んだ部外者なのでは、と思ったが、実際のところは全く見当違いだった。二人組は俺たちに近寄り、こう言ったのである。ああ、どうも、はじめまして。紬の父の佐久間勉です。アルタイル運送の営業部長をやってます。こっちが妻のカナエです。この二人が、あの純粋で飾り気のない、紬さんの両親だなんて。俺と妙子はとても信じられず、思わずお互いに顔を合わせてしまう。俺は気を取り直して、佐久間夫妻に、いおりの祖父と祖母ですと挨拶した。すると二人は、俺たち夫婦をじろじろと、まるで品定めでもするように見た後、ふっと鼻で笑うではないか。俺は、その態度をやや不審に思った。その予感は、残念ながらズバリ的中することになる。佐久間は俺たちに対し、もしかしてまだお着替えなさってないんですか？でしたら急いで更衣室の方へ。なんでしたらそこまでご案内しましょうと言った。俺も妙子もドレスコードに違反するような服装では決してない。
ちゃんとスーツとドレスを着ているのだから。そりゃ、購入してからかなりの時を経た年代物ではあるが、だからといって、ボロボロに破れたり、汚れたりしているわけではない。それに服というものは、別に新しければいいというものでもないだろう。俺は少しムッとしつつも、きっぱりと、この服装のままで大丈夫ですと佐久間に言った。佐久間とカナエは信じられないと言った風に目を大きく見開いて首を横に振る。いやいやいや、そっちが良くても、そんなみすぼらしい格好じゃこっちが困るんですよ。せっかく一人娘の紬の結婚式だってのに。何でもいいから早く着替えてきてください。俺はそのとんでもなくぶしつけな言葉に抵抗した。しかし佐久間夫妻はそんな格好では困るの一点張りである。俺と妙子はすっかり弱ってしまった。周りの親戚たちも俺たちをひそひそと噂の種にしている。俺たち夫婦は何とも肩身が狭い思いでいっぱいになった。せっかくのいおりの結婚式だというのに、どうしてこんな辛い思いをしなければならないのだろう。俺の悲しみは佐久間たちへの怒りへと変わっていく。それと同時に佐久間は眉間にシワを寄せながら、そんなみっともない時代遅れの格好のままでいたいっていうのなら、そうですね。なあどうすると、カナエにアドバイスを求めた。するとカナエは信じられない言葉を放つではないか。カナエは俺たちを嘲笑いながら、結婚式の服も新調できないような貧乏人は立ち見に決まっているでしょう。嫌ならとっとと帰ればいいじゃないと言ってのけたのだ。こんなひどいセリフ、これから親戚付き合いが始まる人間に対する言葉でないことは明らかである。その言葉を聞いた佐久間は嫌がる俺たちを無理やり立ち上がらせ、あろうことか本当に式場の壁際に立たせようとした。さすがにここまでプライドをズタズタに傷つけられては、俺も黙っているわけにはいかない。俺は佐久間に、この無礼の落とし前はいずれ必ずつけてもらいますからね、と宣言した。佐久間は、やれるもんならやってみてくださいよ。まあ、あんたみたいなただの貧乏なじじいにできることなんて何一つないでしょうけどね、と笑う。俺は怒りで顔が真っ赤になっているのが自分でもわかった。そんな様子に気づいた妙子は、俺の怒りを鎮めるために、あえて落ち着いた口調で帰りましょと俺を促す。俺は、そうだねと頷くことしかできない自分自身にも腹が立ってしまった。しかし、これ以上この場に留まっていても仕方がない。相手は俺たちとは、まるっきり価値観の違う奴らなのだから。こいつらと比べたら、まだ宇宙人と喋った方がよっぽど話が合うんじゃないかという気さえしてくる。俺は妙子に手を引かれながら、しぶしぶ会場を後にした。帰りの電車の中、俺の目から自然と悔し涙が溢れてくる。今日はこんな悔し涙なんかじゃなく、よりお祝いして感動の涙を流すつもりだったのに。そんなことを考えれば考えるほど、俺の目からはどんどん涙がこぼれてきた。妙子はそんな俺に、そっとハンカチを差し出してくれる。俺は妙子の優しさに救われるような気持ちで、一目もはばからず涙を流した。翌日の朝、俺は久しぶりにある男に電話をかけた。どうしても少し聞いておきたいことがあったからだ。それから数時間後、俺と妙子がお茶を飲んでいると玄関のチャイムが鳴った。インターホンのカメラモニターを見ると、玄関前に立っているのは佐久間夫妻。
俺は突然の訪問に驚きつつもインターホンに出た。佐久間夫妻は昨日までの高慢な素振りとはまるで違う態度である。佐久間は随分憔悴した様子で、あの佐久間ですが少しお時間よろしいでしょうかとボソボソとたどたどしい話し方で答えた。正直こいつらにはもう二度と会いたくはなかったが、せっかく訪ねてきた客をそのまま返してしまうのは大人としてあるまじき行為である。だから俺は二人を家の中へと招き入れることにした。客前通してからも佐久間とカナエのおどおどした様子に変わりはない。まるで何かとてつもなく強大なものに怯えているような感じだ。俺はさっさと話を終わらせたかったので、今日二人がやってきた用件を尋ねる。すると佐久間夫妻は突然床に手をついた。そしてこんなことを言い始めた。昨日は大変失礼なことをしてしまいまして、大変申し訳ございません。まさかあなた様がうちのアルタイル運送の創業者かつ現最高顧問でいらっしゃったとは、重ね重ねお詫び申し上げます。そう謝るや、二人は床に頭をこすりつけるように土下座した。俺と妙子は、佐久間夫妻の昨日からの表現ぶりに面食らってしまったが、ひとまず顔を上げるよう二人を促す。どうやら、俺が今朝電話をかけた、アルタイル運送の現社長、水木から直接佐久間に連絡が行ったらしい。と言っても、俺は水木に、営業部長の佐久間というやつは一体どういう男なのか、仕事はちゃんとしているのか、とただ聞いただけなのだが、元より勘のいい水木はおそらく、佐久間が俺に何かしでかしたに違いないと気づいたのだろう。先ほど佐久間が創業者と言った通り、アルタイル運送は俺が20代の頃に立ち上げた会社だ。最初に就職していた会社が倒産してしまい、仕事を失った俺は意を決してこの運送会社を起こした。もちろん最初から万事うまくことが運んでいったわけではないが、社員一同躍起になって働いたおかげで今では大企業に成長。嬉しいことに部下たちも真っ当に育ってくれたので、俺は数年前にリタイアを決意したのだ。しかし、そんな俺の決意を水木に強く止められたおかげで、最高顧問の役職を未だに担っている。まあ、最高顧問といえど、ほとんど仕事らしい仕事はないので、正直肩書きだけの役職ではあるのだが。俺が何度も促して、どうにか顔を上げた佐久間は、床に正座したまま、本当に、何と言ってお詫びすればいいのかとつぶやいている。そんな佐久間をしきりに責めているカナエの言葉は、ますますヒートアップしていくようだ。カナエは佐久間に、本当にこの人は昔からバカなんです。いつも後先考えずに行動して、とこき下ろしている。佐久間は、そんなカナエの言葉にカチンときたらしい。なんと二人は、あろうことか夫婦喧嘩を始めた。俺と妙子はどうしていいのかわからず、ただただ顔を見合わせるばかり。他人の家に謝罪に来たくせに、この常識外れな二人はどうして夫婦喧嘩など始められるのだろうか。自分たちだけの世界に浸っている新婚さんならともかく、二人とももういい歳の中年である。こんな幼稚な奴らが、俺が汗水垂らして作り上げた会社の営業部長とその妻だなんて。俺は呆れて物も言えなくなってしまった。俺の大きなため息に気づいた佐久間は、ますますカナエへの攻撃を強める。なんてみっともないのだろう。俺は仕方なく二人の間に入って、このろくでもない喧嘩を止めることにした。俺の仲裁によって、
どうにか二人は落ち着きを取り戻したらしい。俺は改めて昨日のことについて、どうしてあんな無礼を働いたんだと佐久間に尋ねた。佐久間はもじもじしながら、まさかあなたがアルタイル運送の役員だったなんて知らなかったから、と、さっきも言った言い訳を繰り返すばかりである。俺が聞きたいのはそんなことではない。俺は、相手がどんな身分の人間であろうと、娘の結婚相手の祖父母に対する態度として、昨日の君たちの行いは完全に間違っている、と、佐久間夫婦を諭した。しかし、そんな常識的な言葉で納得してくれるような頭を、残念ながらこの二人は持ち合わせていないらしい。カナエは俺たちにこんなことを言ってきた。でも、最高顧問であられるようなご立派な方が、どうしてあんなにみすぼらしい格好をなさってたんですか？おかしいじゃありませんか。俺は、俺たち夫婦は無駄なものに金をかけるようなタイプではない、とカナエに伝えたが、どうやら彼女はさっぱり理解できないらしい。佐久間も右に同じと言った具合で、不思議そうな顔をしている。価値観の合わない人間には何を言ったところで通じないだろう。俺は諦めてさっさと彼らに帰ってもらいたくなった。しかし佐久間はそんな俺の気持ちなどお構いなしで自分の都合をひたすらに主張している。そしてどうか今回のことは水に流していただいて今後の私の出世のためにも水木社長にお口添えをお願いします。なんてセリフを言い放つではないか。カナエも、もっと給料を上げていただけたら、この人もさらに会社のために役に立ちますので、と、気持ちの悪い作り笑いを浮かべている。一体、こいつらはどこまで面の皮が厚いのだろうか。俺のうんざりした様子を気の毒そうに見ていた太鼓は、ついに口を開いた。あの、申し訳ありませんが、昨日のこともあって主人もかなり疲れていますので、そろそろお引き取り願えませんでしょうか。そんな太鼓、佐久間夫妻はじろじろと見てふっと鼻で笑う。そして太鼓の今日の服装についても、最高顧問の夫人がそんな格好をしていては、さすがにみっともないですよ、なんて意見を述べ始めた。太鼓はいつもと同じプチプラブランドのワンピース姿だ。別に少しもおかしいところなんてない。太鼓を二人に笑われたことに無性に腹が立った俺は佐久間にこう切り出した。今朝の電話で水木からいろいろ聞いたんだが、どうやら君はあまり仕事熱心ではないようだね。俺の言葉に佐久間はドキッとしたらしく、大きく目を見開く。俺は水木から佐久間が営業部の業績をごまかしていることや、部下に対してパワハラまがいのひどい態度をとっていると報告が上がっていることなどを聞いた、と佐久間に明かした。佐久間は明らかに動揺したらしい。それは、カナエも同じことのようだ。俺は佐久間に追い打ちをかけるために、もう二度とうちに訪ねてこないように、迷惑だよ、と釘を刺してみた。そんな俺の言葉に佐久間夫妻は再び慌て出した様子で、まるで論理の成立しない弁解を始めようとする。俺はもうこいつらの言葉を耳にするのも嫌になってきたので、一刻も早く出ていくようにと二人を追い立てるように促した。佐久間夫妻は納得いかない表情で、しぶしぶ家から出ていく。俺は二人が出て行ったのを見届けてから、ようやく一息つけた。その気持ちは、どうやら太鼓も同じだったらしい。太鼓は安心したように、ふうと大きく息を吐いた。その後、佐久間は水木に呼び出され、業績の不正や、パワハラ疑惑の説明を求められた。
佐久間はお得意の嘘800を並べ立てたが、そんなものが通用する水木ではない。長年俺の右腕として働いてきた水木は、佐久間の言葉が偽りであることをすぐに見抜き、厳重な処分を下した。だが、プライドの高い佐久間は処分を受け入れられなかった。佐久間はカナエに何の相談もせず、依願退職したそうだ。そのことが、カナエの尺に触ったのは言うまでもない。大喧嘩の末、二人は離婚という最悪の結末に至った。紬さんからも俺たちへの態度を非難されていたらしく、今では縁を切られているような状態だ。他人を馬鹿にすれば全てを失うことになると、佐久間夫婦には肝に銘じてほしいが、改心して今後生きていくことができるかは、あくまでもあの二人次第である。一方、俺はといえば、相変わらず太鼓と平穏な日々を送っている。休みの日に、日和と紬さんが遊びに来てくれるのを心待ちにしている毎日だ。紬さんは俺たちをまるで実の祖父母のように、常に敬意を持ちつつ慕ってくれている。俺たち夫婦はそれが嬉しくて仕方ない。今度の休日には、俺たち4人で観光地へ旅行へ行く計画もしている。今から楽しみだ。仕事の方は相変わらずだが、今回の佐久間の一件を経て、どうやら水木にも思うところがあったらしい。水木からは、管理職の社員の育成をやってもらえないかと打診されている。どうやら、まだまだ俺はリタイアさせてもらえないようだ。俺は今後も精力的に働きながら、心優しい若夫婦との交流も楽しんでいきたい。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。